はい、皆さんこんにちは、さちねです。今日はですね、ミニチュアフード、粘土で作るミニチュアフードの、カシスホールケーキに挑戦していきたいと思います。複雑な作業も入ってきますので、ハードになりますけども、頑張ってやっていきたいと思います。はい、今日はミニチュアフードの第4弾ということで、カシスのですねホールケーキをですね作っていきたいと思います。はい、こんな感じの仕上がりになります。なればいいなというところなんですけども、結構ですね、作り方複雑な感じです。今までと違ってですね、まあまあ複雑な感じですね。はい、こんな感じ、見てください、こんな可愛いですね感じに仕上がります。できるかな、ちゃんと分かんないですけども、あの白いタイプもですね、あの作れるみたいですね、こんな感じで。そしてね、今回ね、こういうボックスが作れるようになってるんですよね。これを切ってですね、あの作ることができるみたいです。可愛いですよね、こんな感じでですね、うん、頑張ります。そして、今回のパンとスイーツのこぼれ話はチョコレートの歴史ということでですね、あのカカオ、について書いているみたいなんですけども、もともとカカオというのはですね、あの中米のですねメキシコから南米北部ですね、アマゾン川の、上流域にですね、あの、で栽培されたということで、メキシコ最古の文明を築いたオルメカ人がですね作ったらしいんですけども、でなんか、神の食べ物というふうにですね呼ばれていたらしくて、カカオ豆100個でですね奴隷が買えたということで、神々の、食べ物というですね、を意味するギリシャ語のですねテオブロマカカオというふうにですね学術名がですね付けられたらしいんですけども、もともとは、まあ、飲むだけのものだったらしいんですけども、コロンブスの時代にヨーロッパにですね持ち帰られて、で、それからですね、まあ、砂糖とかを加えられて、もうつい最近っていうか19世紀に入ってからですね、カカオペーストにですね、まあ、カカオバターを加えて型に流し込んで、まあ、成形して、できたということで、イギリスでですね、チョコレートっていうのが最初に、まあ、発明されたみたいですね。はい、私もチョコレート大好きなんですけども、まあ、こういう歴史があるよということで、こういうこぼれ話的なこともですね、載っています。はい、材料はですね、至ってシンプルです。このアクリルですね、絵の具の、クリアレッド、焦げ茶、そして青と、あとはですねニスと粘土ということで作っていきたいと思います。はい、じゃあ始めていきたいと思います。まずですね、この、ホールケーキのですね箱、かわいいですね、これめっちゃちっちゃいんですよ、こんくらいこれを切ってですね、後で、形をですね、あの箱を作っていきたいと思います。これ裏紙なんですよね、実はあのチョコレートの、さっきのチョコレートの歴史のところを切っちゃいましたはい、で、この後ですね作業に入っていきますけれども、まあ、白粘土をですね、まずあのホールケーキの土台を作るのに白粘土を使って、赤と、そして、茶色の2種類のですね、ホールというかその土台をですねまず作っていきたいと思います。はい、こんな感じでですね赤を、ラップに包んで、白粘土と一緒にですね混ぜていくんです。はい、で、赤色がですねこんな感じの色になりました。はい、これが、20ミリですね、です。で、これをまたこの、プレートでですね潰していくわけですけれども、どのくらい、直径3センチになるまで潰していく。3センチってどのくらい、これで2センチ
どのくらいかな。あー、こう。これでいいと思う。はい。あー、ちょっと形が。こんな感じですかね。ちょっと形が歪んでしまったので、これから修正していきますけども、こんぐらいの円にですね、これ直径3センチですね、の円に潰していきます。はい、やっと、すごい四苦八苦したんですけど、やっと赤と、チョコの方のですね、土台ができました。これを合体させます。綺麗な表面の方をですね、上の方にして、で、厚みとかその大きさが合わなければ、ヘラとかをですね使って修正をかけていきます。どうしても丸みをですね帯びてくるので、この何ですかね、土台の下の方をこうエッジをかけていくというかですね、このシャープにすると、ホールケーキっぽく見えてきます。できました。こんな感じでどうでしょうか。まあ、結構デコボコなってます。で、この上からですね、歯ブラシちゃんで、何でしょう、パンというかケーキの質感をですね出していきます。こんな感じで質感が出てきたら、4、5日このままの状態で、自然乾燥させます。はい、箱もやっとできました。めっちゃ苦労した。これ小さすぎて、もう手元がですね結構大変で、ここの部分がめっちゃ苦労した。すごいガタガタなんですけども、とりあえずできました。ではですね、再開していきたいと思うんですけども、今日はですね、この上のところをですねコーティングするだけで終わってしまうんですけども、この日数10に対してこちらの赤、こちらを1混ぜて、表面にですね、トップコートみたいな感じで、コーティングしていきます。カシス色的なこんな感じの色になりました。はい、これをダマができないようによく混ぜて、で上にですね塗っていきたいと思います。意外に普通に塗っちゃっていいのかな。はい、じゃあこれで1日置いて、明日からまた作業をですね再開していきたいと思います。難しいのかな。はい、3ミリ玉の、球体をですね、10個ぐらいと、あと 1,2 ミリのちっちゃい、粒をですね35個ぐらい、作って1日乾燥させておきます。3ミリの玉がですね乾燥し、1日経って乾燥したらこういう風にですね、爪楊枝に刺して、なおかつボンドを塗って、残りの玉をですね、なんて言ったらいいの、こうやって巻きつけます。でラズベリーちゃんをですね作っていきます。難しいなこれ。はい、これからリンゴちゃんをですね作っていきますけれども、直径10ミリのですね、小さい白玉を使って、ですね、まず最初に黄土をですね2ミリ、爪楊枝で測って、混ぜていきます。はい、黄土ちゃんができたら6ミリですね、このくらいの球玉をですね、作って平たくします。はい、なんとかできました。飾りがですねすっごい難しかった。はい、では今からですねこちらの土台にですねつけていきたいと思います。はい、レッドカレントのお尻のところにボンドをですねつけてあげて、リンゴちゃんのですね土台にします。失敗したやつとか形が不揃いのやつとか
をつけてあげるといいと思います。このまとまったやつですね、このまとまった3つをですねドボンとつけていきます。なんていうの、この下の部分にですねこうやってドボンとつけていって、これ立てるって感じかな、リンゴを立てるって感じ。来ました、嬉しい。めっちゃなんか難しかったけど、でもすごい楽しかったです。こんな感じです。ご視聴ありがとうございます。